午後、長泉町で乗用車が住宅に衝突する事故がありました。事故があったのは長泉町本宿で、正午過ぎ、近くの住民から車の単独事故と119番通報がありました。警察によりますと、乗用車が何らかの理由で道路脇の住宅に突っ込んだということで、運転していた88歳の男性と巻き込まれた歩行者の62歳の男性が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷ということです。現場は JR 三島駅から西に 1.5 キロほどの住宅街で、警察が事故の原因を調べています。